皆さん、こんばんは。こんばんはなんだぜ。今回は、2024年第3四半期の活動報告と、先日やった人気投票の結果を発表するんだぜ。結果が気になっていると思いますので、活動報告はサクサクっと終わらせていきたいと思います。おう。というか、むしろやらなくてもいいか。え。いや、さすがにやろうぜ。収益を楽しみにしてる人もいるから。それはマリサでしょ。でへへ。とまあ、サクサクっと言いながら、いきなりグダグダですが、気を取り直してやっていきたいと思います。おう。わあ、パチパチパチ。はい、ありがとうございます。では、早速。第3四半期にあたる、7月、8月、9月の結果を見ていきましょう。おう、頼むんだぜ。それでは、まずは再生数からいきます。前回の続きで言うと、5月、6月がいまいち振るわなかったんだよな。そうだね。では、そこから7月の結果です。再生回数、737,830 回。と、やや微増しました。7月は、新作防衛ゲームのカタクリスモのシリーズを開始したんだったな。うん、フロストパンク2が発売延期になって、途方に暮れていたんだけど、先行プレイの提供をしてもらえたので、渡りに船と開始したんだよね。独特の世界観が特徴だったな。Steam でのゲーム評価も高かったし、テンポよく8本の動画を出したんだけど、なんかいまいち伸びなかった。なんでだろう。夏っぽくなかったかな。ちょっとチャンネルカラーと合わなかったのかも。などと、考えてはいますが、まだ完結してませんので、アップデートされ次第、続きをやっていきたいと思います。おう、すでに操作を忘れつつあるので、早めに頼みたいんだぜ。はい、7月はそんな感じでしたが、そこから、カタクリスモの最終回と、プラネットズーで、計5本の動画を出した8月の結果はこちらです。62万2675回。あらら。投稿数も減って、再生数も減っちゃったな。そうなんだ、せっかくの夏休み期間だったので、何か、パーッと冒険的なシリーズでも始めたかったんだけど、9月にフロストパンク2の発売が控えてたので、なんかどうしたもんかなと思ってるうちに夏が終わっちゃいました。ダメじゃん。ただ、私的には前からやりたかった。プラネットズーの自然景観作り方講座をやれたので、まあいいかなと思ってます。そんなにやりたかったんだ。動画見てゲーム買いました、と言ってくれる方もいるので、何かノウハウを共有できたらなぁと思ってたんだよね。もう3年以上やってるからな。ただ、ものすごく適当にやってるので、大して伝えられるものがないのが残念です。うぷ主も、間が空くたびに、操作方法忘れたーって言ってるくらいだからな。困ったものだね。とまあ、8月はいまいちさえませんでしたが、そこからの9月を見てみましょう。932,180 回。と激増しました。おお、4月以来の高水準なんだぜ。9月は頑張ったからね。前半は、レイサラサミットキングダムをやったんだったな。うん、21日がフロストパンク2の発売日だったから、そこまでに終わらせたくて、短期集中で頑張りました。意外と難しいゲームだったけど、面白かったんだぜ。視聴もなかなか好調だったね。山のグラフィックが目を引いてくれたかな？私は村作りがやっぱり好まれるのかな？とは思ってるけど。とにかく、なんとか21日に完結できたので。待ちわびたフロストパンク2を、24日から開始できました。期待作だけあって、こちらの視聴も伸びたんだぜ。うん、ということで、8月は少し振るわなかったけど、トータルでは、第2四半期とほぼ同水準の結果となりました。しかし、7月と9月は出した動画の本数は同じだけど、かなり再生数には違いが出たな。うん、いつも言ってるけど、どんなゲームをやるかでだいぶ変わってくるよね。難しいんだぜ。では、大体第3四半期の感じはつかめたかと思いますので、ここからは一気に行きます。おう。新規登録者数については、7月が1905人、8月が1497人、そして9月が2466人、となりました。正直、4月20万人を達成してから、ずっと低調だよな。まあ、そうなんだよね。このペースだと、20万人に行くのに、あと3年はかかってしまうので、
何かもう少し新規を呼び込めるようなタイトルも考えたいよね。とはいえ、街づくり系以外だと、あんまり伸びないしな。まあ、ここはいろいろと試してみるしかないと思うよ。おう、ホラー以外なら頑張るんだぜ。はい、ということで、そしたら最後に、マリサが好きな、収益を見てみましょう。わーい。こちらは、7月が 783,332 円。8月が 497,622 円。そして、9月が 833,279 円となりました。なあ。どうしたの？なんか妙に7月の収益が多くないか？再生数は6月よりちょっと多い程度だったのに。これは。なんか YouTube のキャンペーンで、新規コミュニティ開設ボーナスみたいのがあって、臨時収入的に20万円ほどもらったんだ。え、聞いてないけど。言ってないから。お前着服する気だな。いや、着服とかそういうのないから。っていうか、それでコミュニティを開設したのか。わわわ、開設するよーって告知した後に始まったキャンペーンだから。か、関係ないよ。そうだ。せっかくの臨時収入だし、何か食べ行こうか。でへへ、最初からそう言えばいいんだぜ。寿司にするか、スイーツもいいな。ふう、やれやれ。そんな収入も入ったこともあり。例年、夏場は単価が低く伸びないのですが、四半期単位では安定した収益を上げることができました。おう、9月にかなり挽回したのも大きかったな。そうだね。というあたりで、活動報告は以上となります。もう11月になっちまったし、あとはもうフロストパンクを頑張るだけなんだぜ。どこまで続くか私たちもわかりませんが、引き続きよろしくお願いします。では、次は人気投票の結果発表をやっていくぞ。じゃあ、参加してない人もいると思うので、簡単に内容をおさらいしよう。頼むんだぜ。まず、投票内容は2つです。好きなシリーズと好きなキャラクター。この2つの部門を用意しました。そして、それぞれの部門ごとに3票ずつで、1人につき、最大6票となっています。1つのシリーズやキャラにつき1票なので、最大で3つのシリーズやキャラを選べるということなんだぜ。3票使わなくてもいいので、1票だけの方もいるかもしれません。とりあえず、ルールはこれだけなんだぜ。こちらをチャンネルのコミュニティで募集したところ、1108人の皆さんが参加してくれました。多くの参加に感謝なんだぜ。では、ここからの進行はマリサに任せるね。おう、任せとけ。それじゃあ、好きなシリーズ部門からいくぞ。第11位。なんなのその中途半端な順位は。まあ惜しくも10位に入れなかったということで。かわいそうなので、ここから行きたいと思ってな。そうなんだ、任せるよ。では、改めて。第11位は、これです。この四半期報告会で、得票数は65票だったんだぜ。それが言いたかっただけか。でへへ。まあ、でもこのシリーズも何気に、動物園に次ぐ古いシリーズだからね。おう、登録者十数人の時からやってる、由緒正しいシリーズなんだぜ。これを一番楽しみにしてるというマニアもいるくらいだ。まあ、由緒はともかく、よく続いてきたよね。ただ、残念ながら11位ということで、先に行くぞ。では、第10位。パトロンのシリーズで、ゆっくりの村経営。得票数は67票でした。このチャンネル初の村づくりシリーズで、登録者が1000人に行ったのも、このシリーズの時だったね。おう、薪不足になって村人に詰め寄られたり、今にも続く要素がたくさんあるんだぜ。総集編も170万再生を超えてて、チャンネルをずっと支えてくれてる印象だね。おう、ズボクマや渡らずの橋など、思い出もいろいろあるな。納得の順位だね。では、第9位。シティーズスカイライン2より、ゆっくりと考える住み心地の良い街。得票数は、105票でした。こちらは、つい最近のシリーズだけど、この位置に来てるのは嬉しいね。かなり地味な構成だったとは思うけど、街をゼロから作っていく感覚を一緒に楽しんでもらえたなら嬉しいよな。なぜかドーナツ屋が人気になるという謎現象もあったね。まあ、少なからずドーナツ票もあるはずなんだぜ。ドーナツ票とは。では、第8位。オストリブより、ゆっくりと気づく平和な街、で。得票数は、159票でした。争いもなく、村を広げていくだけだけど、
生活してる感覚が一番あったかもね。おう、穏やかだけど、力強さを感じる村で。思い出すと、なんだか切なくなるんだぜ。うん。日本語対応してれば、もっと推していきたいゲームです。では、第7位。テラインビクタより、ゆっくりと遭遇する新たなる世界で。得票数は、196票でした。間違いなく一番苦労したシリーズだよね。とにかく大変だったけど、それだけに一番好きと言ってくれる人もいるな。かなりハードな内容で、人を選ぶところもあるけど、意外と評価してもらえて嬉しいよ。確かに、村づくりから宇宙に飛躍したけど、結構受け入れてもらえたな。またこういうのもやりたいです。え。では、第6位。トロピコ6より、ゆっくりと統治する独裁天国。得票数は、218票でした。独裁が人気のゲームだけど、気づいたら最後まで平和にやってたね。むしろ邪道プレイなんじゃないかと思うけど、これはこれで受け入れてもらえてよかったんだぜ。でも、もうちょっと悪いこともしたかったかも。おい。ただ気楽なノリでやってたから、終始楽しかった記憶だよ。おう、ゲームの雰囲気も明るいからな。では、第5位。ディスゴーオブマインより、ゆっくりと生き抜く名もなき戦争。得票数は279票でした。こちらは辛い記憶が多いです。とにかく大変だった。でも、それだけに強烈に記憶に残っているし。ゲームを超えて、感じるものがたくさんあったな。うん。少しトラウマになるほどで。完結後は、ちょっと泣いちゃった。そのくらい没入してやってたから。暗い作品ながら、この順位は嬉しいんだぜ。うん。そしたら、第4位です。ストランディドエイリアンドーンより、ゆっくりと脱出する熱帯惑星で。得票数は、359票でした。もう1年以上前とは思えないくらい、濃い夏休みだったよね。おう、仲間との距離感も近くて、また違った感覚があったんじゃないかな。特に、ラスト近辺の展開が熱くて、そこの印象がすごく強いよね。あれで、だいぶシリーズの評価も上がったと思うんだぜ。うん、終わり方で大体印象は決まっちゃうからね。さあ、そしたらいよいよ、第3位です。プラネットズーより、世界最高の動物園作りで。得票数は、375票でした。主要編と独立編を分けなかったので、まあこの位置は納得といえば納得かな？動画の数だけで言えば、50本以上あって、ダントツだしな。このシリーズこそ、チャンネルの顔と思ってくれてる人もいるかと思います。まだまだ続くので、お楽しみに。では、動物園を抑えて、第2位になったのは、こちらです。ファーセストフロンティアより、ゆっくりと開拓する辺境の谷で、得票数は、506票でした。大体半分の人は入れてくれた計算だね。おう、開拓あり、戦闘あり、人間ドラマありと、村づくり芸の要素が詰め込まれていたからな。うん、開拓の苦労を感じられるよくできたゲームで、その魅力に大いに助けられての評価だと思っているよ。とにかく、たくさんの思い出が詰まったシリーズで、村の隅々まで、今でも思い出せるんだぜ。私はオープニングがお気に入りだよ。私たちがかっこよすぎて。ふっふ。おう。では、すでに1位はわかっていると思いますが、今回、一番好きなシリーズに選ばれたのは、こちらです。フロストパンクより、ゆっくりと生き抜く極寒世界で、得票数は、522票でした。2位とは、12票差だから、結構僅差だったよね。ああ、今2を継続中じゃなければ、もしかしたら入れ替わっている可能性もあったな。うん、でもタイミングが味方をしたとはいえ、総集編は、合計250万再生を超えてるし、やはりこのチャンネルの転機となったシリーズなので、これは納得の1位だと思っているよ。おう、そうだな。そして、絶望と希望という二部構成も、すごく評価のポイントにはなっていると思うんだぜ。ラストの大寒波の絶望感もすごかったし、とにかく脳を焼かれるようなゲームで、動画のドラマ性を強く意識するようになったきっかけでもあるね。とにかく、いくらでも語れてしまうので、この辺にして、キャラクター部門の発表に行きたいと思います。おっと、危うく締めそうになっちゃったよ。それじゃあ急いで、キャラクター部門の発表に行こう。うん。では、第10位から。あ、こっちは10位からなんだ。ゆっくりと開拓する辺境の谷より、漁師のガビナで。得票数は、126票でした。この画像は若かりし頃の姿だね。
すぐにババ、いや、老練なる姿になってたからな。パンタラは、いつ年を取るのかね。その話題は NG なんだぜ。まったく余計なことを言うから。でも、ガビナさんがいなければ、確実に犠牲者は増えてたんだぜ。うん、強くてかっこいいババアだったね。お前も言ってるじゃないか。褒め言葉です。では、続いて、第9位。ゆっくりと脱出する熱帯惑星より、15でラーノで。得票数は、157票でした。ラストの姿が大きく印象に残ったんじゃないかな。初期に泣いていた姿からの成長がすごい、という声も結構あったな。本当に私たちの想定を超える成長で、このシリーズを代表するキャラクターになったよね。でへへ。二人のおかげだよ。こういう出会いがあるから、旅はやめられないんだぜ。うん。では、第8位。四半期報告会より、アナグマで。得票数は165票でした。いやー、申し訳ないな。ほんとだよ、不正投票だ。引っ込めー。私だってこんなに票が入るとは。ビリで笑いにするくらいでよかったのに。しょうもないウプ主に代わり、お礼を申し上げます。投票ありがとうございました。まあ、そういうわけで次に行こう。第7位。ゆっくりと考える住み心地の良い街より。調査員 A で、投票数は186票でした。え、誰？いやー、あいつぐらないから。声をお借りしてる、ナースロボタイプ T さんに来てもらいました。かわいすぎるだろ。一応ウプ主に聞いたら、このイメージでやってるらしいぞ。マジか。まあ、すべては声の可愛さのおかげだな。それは間違いない。心外です。ほい、ということで、続いて、第6位。ゆっくりと脱出する熱帯惑星より、クリスタユルで。得票数は、209票でした。クリスタは、イメージ通りの声が見つかったのが大きいよね。まあ、天才美少女ツンデレキャラとか。属性強すぎて、その時点で人気を約束されしキャラなんだぜ。間違いない。誰がツンデレよ。プッフ。とはいえ、クリスタが6位となると、あとは誰が来るのかな？それじゃあ、5位に行くんだぜ。ゆっくりと統治する独裁天国より、プレジデンテで。得票数は、233票でした。おお、あのシリーズの主人公と言ってもいいキャラだからね。そうなんだぜ。見せ場も多かったし、意外とラテンのノリで調子のいいやつだからな。うん、あの演説はほんとずるいよね。今回も投票前に演説があればな。なんか厚かましくなってるな。まったくだ、次に行くぞ。では、第4位です。ゆっくりと開拓する辺境の谷より、ムラジーで。投票数は245票でした。誰っていうか、何？いやー、G さんもグラないから。代わりに G が竹にしといたわ。ムラジーはお山になりました。わしの扱い雑すぎるだろ。ああ、すまん、後で酒飲ませてやるから。最近、山で作った酒を手に入れたからね。おう、各地の名酒を揃えてるんだぜ。では、いよいよ、第3位です。ゆっくりと開拓する辺境の谷より、鉄の跡かで。投票数は、252票でした。初登場の時は、まさかこんなに愛されキャラになるとは思わなかったね。おう、怖い姉ちゃんだと思ってたんだぜ。マリサカ、どうした？ジューシー石鹸が切れたのか。あとかは、お手紙に石鹸つけて送ってくれてるんだぜ。文通してるんだ。な、バカ、そういうのじゃない。あ、照れて言っちゃったので、次に行こう。さあ、いよいよ第2位です。ゆっくりと開拓する辺境の谷より、グンナールで、得票数は267票でした。4位から2位まで、辺境の谷シリーズとは、キャラゲーではないはずなのに強すぎるね。確かに。グンナールよ、2位だぞ。何の話かわかりませんが、谷の平和は守っています。いつでもあなたたちに、よき風が吹きますように。ふ、立派な口を。責任が人を育てるんだぜ。うん、一番成長した男だね。ああ、納得の評価だ。それでは、いよいよ最後だ。好きなキャラクター、第1位になったのは、ゆっくりと生き抜く極寒世界より、同志 A で、得票数は、368票でした。2位のグンナールとは、100票以上の差があるから、圧勝と言っても良さそうだね。おう、先日惜しくもなくなってしまったので。まあ、その同情票だろう。せめて、若かりし頃の姿で忍ぼう。
ちょっと、どうしマリサ、どうし霊夢。なんなんですか、死に際にも間に合わないし。約束も果たさないし。めちゃくちゃ頑張ったんですよ。お前、そんなに声高かったっけ？それ今言うことですか？すまんすまん。まあ、でもおめでとう。今回の1位の祝いに、約束の召喚を立ててやろうと思ったが、もうお前には大切な家族がいるから不要だったな。いや、それとこれとは話が別です。いや、断れよ。いやです。でも、お前死んでるから。あ、はあ、なら、娘と町を頼みます。ああ、すべて任せろ。では、安心して先に行って待ってます。すまん、しばらく行く予定はないわ。そうだね。え？ちなみに、同志 A の A は、アナグマの A でもあります。まあどうでもいい設定ですが。一応総集編のスタッフロールには書いてるんだぜ。ということで、シリーズもキャラクターも極寒世界が1位でした。初の人気投票はいかがだったでしょうか？11位以下の順位に関しては、コミュニティの方に貼り出しますので、そちらで確認してみてください。皆さんの1位はそれぞれあるとは思いますが、こうして、何年も前の、顔も不確かなキャラを覚えていてくれるだけでも、すごいことだなと思っています。今回投票先にならなかったキャラも、全部愛着はあるんだぜ。うん、そうだね。私たちは順位はつけられないよね。おう。ちなみに、その他という選択肢で、霊夢は2票もらってます。は？マリサは？霊夢&マリサのセットなら1票あったよ。なるほど。霊夢くん。その喧嘩買うんだぜ。わ、私はただ事実を言っただけで。私たちの勝負はいろいろと過婚を残すから、やめないか。今さら何を。わあ、ごめん、ほら美味しいもの食べ行かないと。わ、逃げるな、待てー。